神社に参拝したりすることはよくあるんですけど、でもそれとまた違うというか、何か、自分の中でちょっと前向きかつちょっと背伸びしたような願いみたいなものっていうのとの距離が空いてしまって、まあこの日々とか今とか、なんか今こういう苦しい状態なのがなくなればいいなとか、明日こういう状態だったらいいなとか、まあ言ってみれば本当に割と今この瞬間とか100歩譲って明日とかにまでは目というかこう気持ちが向くんですけど、それ以外っていうとなかなか難しくて、そうなると結局なんかお願いもしこうだったらいいと思うだけでも疲れちゃうところがあって、何かに期待するっていうのはそれを思い描くことで、その思い描くことだけでもまあまあ体力を使うっていうか、そういうのがあると思うんですよね。数日、まあ疲れてるというか調子があんまり良くないんですよね。なんだろう、こう調子が良くないって何なのかっていうと難しいんですけど、なんとなくこう疲れている。力が抜けちゃってる感じで動けないっていう時と、逆に何か大きな力に押しつぶされてるようなイメージでなんか動けないっていうのがあるんですよね。今どっちなんだろうってちょっと自分でも難しいなって感じですかね。なんか両方あるのかな。夢を見たりすると夢がすごく攻撃的っていうのか、なんかこう抑圧的なんですよね。だからもしかしたらそういうエネルギーが非常に高い状態なのかもしれないし、いずれにせよなんかこう動けない感じでいますね。疲れるんですよね。だから結構なんか頑張って寝てる感じ。寝られるんだけど、なんか寝るとすごいこう体力を使う。
で目覚めるまで、結構寝覚めて本当にちょっと経つくらいまで、なんかあれ今なんだっけみたいな、こう今の置かれてる状況で仕事ってなんだっけとか、今どこにいるんだっけって分かんなくなることが多くて、それくらい夢がリアルなんですよ。リアルって何かなんだろう、やっぱ夢が実際に近いっていうよりはすごく夢の中でに没入してて、夢が一つのリアルなんですよね、現実なんですよ完全に。だから結構疲れるんですよね、やっぱ夢の中でしっかり生きてしっかり戦って、で結構困難な状況とかがあって、毎回似たような設定とかがあるんですけど、なんか昔はね結構その似たような夢を見ると、大体見ているうちに分かるんですよ、明晰夢として、あこれ夢だって分かるんだけど、なんか分かるとまだ対処しやすいんですけど、やっぱり最近の夢の傾向としてはなんか全然分かんなくて、夢だってで本当にこう夢の中で苦しかったり、なんだろう、なんとか対処しようとしたりあがいたりして、起きて本当にしばらくはあれ今なんだっけみたいな、今の仕事はとかも本当にね全部なんだろうな、現実ってものを取り戻すのにちょっと時間かかるんですよね。そんな感じで結構疲れる、疲労感があるんですよね。まあ、抜け出すためにいろんな方法を取るんですけど、外にちょっと出ることですよね。部屋の中にいるよりはちょっと外に出ていろんなインプットしたり体を動かすと多少楽になるんですけど、やっぱこう人と話さなさすぎるのは本当良くないんでしょうね。人と会わないんでね、やっぱり全然会わないから、こういう時はやっぱ絶対会わないしね、会う機会もないから、感じは変わらないし、まあなんとか、そうでもね、そうやっぱ寝ると疲れるっていうのがあるからね、なんとなく、まあ、結果ね眠かったら全然寝るんですけど、やっぱりちょっと億劫ですよね。まあそういう時だとやっぱりなんかもういろいろ仕事とか何かこうできることやりたいなと、そういうところには気持ちも体力もいかないから、やっぱちょっとこうね体力が足りないんですよね、疲れちゃって。まあ無理してねなんか外に出たりとか何か運動したりとかできるんですけど、やっぱりちょっと心配っていうか、なんかこうちょっとこう大丈夫かなって思っちゃうから、なんか動けなくなっちゃうんですね。した。